7 days to end with you。 あなたと一緒に7日間を終える、なんかロマンチックなタイトルですね。なんかこのゲームはね、ちょっと今説明文を見ながらいろいろ見てるんですけど、未知の言語が出てきて、まあ、その言語を、まあ、そのプレイヤーの、まあ、の自由な発想で、まあ、その意味を解釈していくことで物語が変わっていくっていうね、まあ、頭のいい人がやったらめちゃめちゃ面白いゲームなんじゃねっていうゲームですね。まあ、自分はちょっと、まあ、あまり頭良くないんでね。まあ、どんな展開になるのか。まあね、ちょっと普通の展開になるかもしれないし、ちょっとなんとかね、ちょっと自分なりに解釈して頭を柔らかくしてやっていきたいなというふうに思ってます。はい。すごいね、今静かなんでね、このゲームちゃんと機能してるかが不安になるんですけど、この子がどんなキャラクターなのかって、もうこの、上から下からね、二人ずつ両方出てるっていうことは、もしかしたら二重人格の可能性もありますからね。まあそういういろんなところからちょっと解釈していきましょう。ニューゲームやっていきましょうか。未知の言語はどんな感じなのかわからんからな。てか、これは何？音声は出てこないもんなの？今カチッって言ったな。音声出てるな。あなたは言葉の意味を自由に感じ取ることができます。まああれだな。言語が通じない他の人と話すって時の考えでいればいいわけだよ。そういうことだ。未知との交流だね。二人の関係はあなたが感じた言葉によって構成されます。なるほど。だうまくいけば、まあ、なんだ、ゴールは結婚とかかな。二人の物語はあなたが感じた言葉によって構成されます。二人の物語か。なんか、お熱いね。二人の世界はあなたの理解によって変化します。ついなんか二人だけの関係というか、もう世界まで関係ある。世界まで反映するんやな。平凡で短い物語かもしれないし、奇妙で長い物語になるかもしれません。なるべく長い物語にしたいなっていうふうに思ってんだよな。あなたは二人のうちの一人となってこの物語に干渉します。で、もう一人が、それは二重人格というよりは、あれか、対等の二人は俺ともう一人っていう、その二人のうちの一人だったのか。ってこと？ちょっと解釈。なんか急になんか、こういうゲームだからさ、なんかいろんな要所要所に、なんか考察の余地というか、なんか勘ぐっちゃうよな。あなたと感傷と解釈で完成されます。あなたが感じ、受け取ったすべての物語はすべて正しいでしょう。だから左曲がりな考えでも、まあ、このゲームにおいてはもうそれが正解というわけだ。これはたった7日間の短くて長い物語です。僕らの一週間戦争。あ、やっと音楽鳴ったわ。大丈夫、ちょっと待って、今ゲーム確認。あ、大丈夫そうね。うん、画面大丈夫そう。寝てます、うん、私は気がつくとベッドに横たわっていた。な、大丈夫、音声大きくない？大丈夫かな。一回テストするか。ちょっとゲーム音声大きかったんでちょっと小さくしました。続けていきましょうか。私は気がつくとベッドに横たわっていた。朝かな。気分はあまり良くない。目を開けるとぼやけた視界が、おお、綺麗なドット絵じゃないの。ぼやけた視界が次第に映されていく。なかなか際どい衣着てるな。これもう、この脇のね、この部分にこだわりを感じるよね。この黒い部分ね、この筋にね。そこには知らない人がベッドにもたれかかっていた。あ、はじめまして、もしかして。あ、すげえ、未知の言語だ、確かに。びっくりマークだけ、なんか大きく出てるな。これは一体何を喋ってんだろうな。はいか、いいかな。おはよう。あ、なんかおはように見えない、これ。なんか、おうで、はよ、ね。で、これは、で、俺は、あれか、これ、点々点は何これみたいな感じか。で、おはようってね。ワード。あ、そういうことか。自分で、これ書くんだ。ああ、なるほど。へえ。で、本当にもう、自分だけの言語を作るみたいな感じなんだね。多分まあ、間に、おはようだよね、多分ね。まあ、朝だからね。それ朝だからもちろん、おはようっていうのは、至極当然のことだよね。体操始まり。おはよう。合ってるかな？で、これで？待って、操作がわかんない。体操始まり。これか。どれ押せばいいの？これ？あー、そういう移動もできんだ。あ、こういうものもできると。これで？これで、おはようでいいのかな？待って、これどうせ押せばいいの？操作説明が、操作説明されてないからさ、ちょっとわかんねえんだけど。待って。
待って、どうしよう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 。ちょっと、ちょ Windows バグってる。これで、どんなイメージで覚えよう。ん？あ、待って、これどんなイメージだよ、これ。まあ、おはようだとは朝だから、朝早いってことはもうなんか晴れてる。太陽はもう赤いから、いや、まあ、空の色だな。青空の色っていう感じかな。だからこういうことかな。おはよう。あ、これでいいのか。これで解釈が。おはよう。おはようございます。起きてるよ、俺。ここの操作が。ここの操作ができてないな。おはようで。で、これで OK。おはよう。これで、合ってんじゃないのかな。ちょっと待って、簡単な操作説明だけちょっと見てくるか。あ、なんか増えてる。これ、バッ、ね、これね、多分、おはようだよね。多分、起きた時に言われたことだから、おはようで。でも、これ、おはようって言って、で、こっちには何を入れればいいんだ？バック、え、何？おはよう。おはよう。おはようって言ったからには、挨拶が返ってきてるわけだから、これに関しては、あ、もしかしても朝ごはん作ってくれてんのかな？朝ごはんはどっちがいい？で、これ多分ご飯だ。ご飯かパンどっちがいいかってことだ。なるほど。えらく家庭的な、あれだな。家庭的な女の子やな。もう作ってくれてるんや。じゃあご飯かパン。ご飯派？パン派？みたいな。洋食派？和食派？みたいな。で、俺はもうこのままね、パンを選ぶぜ。これいいのかな？で、これは？で、これで、で、これで、これか。まあ、ご飯は、まあ、パンは、まあ、パンの色じゃん。で、ご飯は、まあ、梅干し？ご飯って言えば梅干しが乗せるよね。うん。で、身振り手振りで反応する。今ね、あ、急に日本語来たな。身振り手振りで反応する。おはよう。手振ってんのかな？ほら、連打じゃ。なんでこの姿勢なんだろうね。俺よりめちゃめちゃ朝早く起きて髪セットしてるしね。身振り手振りってどうすんの？あ、違う、今。画面に向かって手振ってるけど、そういうわけでもない。身振り手振りってどうやんの？ん？今は使用できない。今、ああ、またできないんだよね。え、な、手がないの？俺には。身振り手振りをする余裕もないのか？あ、あ、俺笑ってる。あ、よかった。あ、じゃあ合ってたんだ。笑ってるってことは話が通じてて、まあね、よかった。私のご飯が、ね、私のご飯が お口にあったようで何を言ったわ、みたいな。感じか。あ、で、これは、でも、美味しかったご飯だから、まあ、ご飯を食べたことによって、俺は何かしらの感情を得るわけじゃん。まあ、それが美味しいかまずいか、ともかく、お腹いっぱいになっても、もう食べられない。でもね、このなんか同じ文字が繰り返されてるから、もうお腹いっぱいだよ、みたいな。だから、もの母音が王だから、なんか、もうお腹いっぱいだよ、と、で、多分、まあ、冷静にこれ、うまかったかな。まあ、お腹いっぱいだよの方が、なんかちゃんとなんか食べてる感じっていうかさ、うん。がもう食べきれないよみたいな。もう食べきれないよ。だから多分さ、俺が食べてるのにすごい喜んでたから、多分この子もさ、嬉しくなっちゃっていっぱい作っちゃったんだろうな。もう食べられないよみたいな。もう必死になっちゃってね。食べられないよ。で、ここはね、冷静にね、もう彼氏ムーブかましてて、美味しかったよって。毎日食べたいね、みたいな。かっこいいやつムーブをね。でも食べられないよはちょっとお腹ピーピーになっちゃうって意味の青色で、美味しかったはちょっと好感度上げるって意味の、もう食べられないようにしとこうか。もう食べられないよ。ん？あ、違うか。もう食べられないよ。あれ？で、これにして、あ、オッケー。あ、美味しかった。もう食べられないよ。食べられません、もう。ね。美味しかった。もう食べられない。美味しかった。美味しかった。もう食べられないよ。もうなんかやっぱり、ね、もっと食べさせようと出てくる。ぐいぐい、もう焼いたパンを口に頬張ってくるわ。これで、ね、俺さ、交換の、吸い方がわかんないんだよな。で、これで、バックして、で、もう食べられないよか。あ、違うの？こっちなんだ方がいい？もしかして。で、これで、そう、これはね、もう、設定はしたから。大丈夫、ワードは。ワードは使った。あ、今は使用できない。で、これで、おはよう。あ、そういうことか。あ、文字を繰り返していこうってことか。おはよう。もうね、おはよう2回言ったもんね。まあ、挨拶は何回してもいいもんな。おはようは何回挨拶してもいい。で、これで、もう、美味しかったよって。
素直に美味しかったと伝えることで、感情表現、感情表現は大事だからね。まあ、いついかなるときも、まあ、先輩や上司、また自分のね、友達とか代理に対しても感情表現ってものはめちゃめちゃ大事ですから。いついかなるときもね、もう嬉しすぎて、このアダブル、アダブルね、アダブル赤い髪の子、女の子。うん、美味しかった、わかったって言ってたよ。おい。おいさ、こっからの動きがわかんないんだけど。やばい、普通に操作ができなくなってる。美味しかった、もう食べられないようで、このゲーム、合ってるやり方。あ、消えた。消えたよ。あー、消えた。全部消えちゃった。ちょっと待って。ちょっと待ってーな。で、美味しかった。でも食べられない。こしたら連打すればいいのかな。あ、でも喜んでる。よかった。もう食べられない。で、これでおはよう。おはようなんですよ。これ、あ、なんか待って、卵2つになってる。で、おはよう。うん。ね、挨拶はまあ3回してもいいからね。まあ3度目の正直ってことはもうあるぐらいだから。ご飯食べたい。で、ご飯かパンって言ったら、まあ、パンかなっていうね。さっき言ったもんね、これもね。まあ、パンかな。食べたいご飯はパンかな。楽しみ方合ってんのかな。なんか、美味しかったよ。もう食べれないよ。なんかさっきまでがさ、2個あったんだよね。で、おはようは、これあったんだよね。で、これで、このコメントマークをクリックとかするとなんかあるのかな。別にするわけでもないのか。あ、そう、BGM を見ないと。そう、ここだ。ここやっていかないと。で、バックトゥータイトル。自動で記録されております。一回ちょっと戻るか。ちょっと待って、一回、操作が合ってるのかどうか確認するわ。よかった、記憶されてるわ。なんかやり方は合ってんのかな？もう食べられないよ、こんなに。ね。いっぱいもう食べられないよ。美味しかった。あ、じゃあ、これ合ってんだ。そういうことだ。多分そういうことだと思う。感情がこれ正解なんだな。で、美味しかった。これ違うのか。これも違う。白？明るくなってる。これも食べられないようでね。これ合ってるもんね。で、美味しかった。いや、待って。ちょっと全然わかんねえ。で、これ多分おはようだと思うんだけどね。で、おはようは、色がね、これ合ってると思うんだよね。これ、この色はどんなイメージ？覚えようだからね。これなんかなんでこれ光ってんだろうな。で、パンは、これ多分パンだと思う。パン派かご飯派ってことやもんね。多分さっきの流れでいくと。待って、色はちょっと適当に遊ぶか。美味しかった。うまかったよ。美味しかったよ。で、これで、あ、触ればいいのかな。おお、なんか変わった。で、これで、触って、お、新しく出てきた。で、そうだね。俺は今さ、パンを食べて、もう食べられないよって、もうこんなに美味しいご飯、いつもありがとねって感謝をね、伝えてるわけよ。これで、これ多分、向こうのだよね。だ、向こうで、だ、多分ね、まあ、ちゃんとしたご飯を作れて、結構後ろの景色とか見ると、本棚とかいっぱいあるわけですよ。だ、多分、なんか俺はなんか研究者とかなんかの仕事をしてんのかな？研究者の仕事をしてて、それでね、まあ、今日もちょっと仕事行ってくるよ、みたいな。多分ね、この子はね、まあ、知らないこと言いつつ、実はなんかどこかで会ったことがあるみたいな、なんか鶴の恩返し的な。なんか鶴の恩返し的で、なんかどっかで一回出会ったことがあって、あの時助けてもらったなんか鶴です、みたいなね。あの時た、あの考古学者のあなたが助けてくれた化石です、みたいな感じで、家に遊びに来てくれたみたいな感じだと思うんで、まあ、そのことをね、もちろん僕には伝えずに、まあ、鶴の恩返しってね、まあ、本人が鶴とは知らずにね、まあ、そのまま網を編んでいてくれてたっていう物語があるんで、まあ、それに通ずるものがあるんじゃないかなっていう予想をね、立てた上で、俺は、まあ、この子がね、俺の家政婦としてね、今後働いてくれんじゃないかなっていうね。で、これはね、なんだろうね、でもこれがなんかセリフが長いんだよね。あ、そう、なんか言語を理解するだから、こいつなんかメモとかしながらやった方がいいかもな。ちょっとメモ帳を持ってくるか。メモ帳ね。まあ、もちろん、ね、自分独自の言語を理解するっていうのも必要だと思うんだけど、
感覚で答えるっていうのもちょっとこの子に申し訳ないから、なるべくね、自分が、あ、待って、ボールペンが、インクがない。インク持ってくるわ。まあ、とりあえず今の時点では、プレイヤーは学者ですね。研究者でなんか化石とかなんか、まあ、未知の大パーツみたいなものをなんか研究してるみたいな学者で、まあ、女の子はなんか俺がなんか以前なんか助けた誰かみたいな。で、あの時の恩返しに来ましたみたいな感じで、なんか今後家事を手伝ってくれる、まあ、かわちい女の子っていう感じかなっていうね、予想を立ててます。で、今ご飯を食べて、だ俺はこの後多分仕事に行くんだよね。仕事に行くから、まあ、おそらく、まあ、まあ、なんだろうね、美味しく、さっきのご飯に対しての、まあ、美味しかったかいみたいな。あ、ちょっと一回やってみるか。これ、あ、でも美味しかった出てるもんな。ちょっと待って、絶対違う言語やもんな。これは、ここからデザートよ、みたいな。まだまだ私が作った料理はいっぱいあるよ、みたいな感じのことを伝えてんじゃねえかなっていうね。で、これはなんだっけ。で、次は、次は、これよ。ここからはデザートの時間よ。で、これは、あ、待って、これデザート、あ、そっか。いろいろさっき変更させちゃったな。まあまあ、ここはしょうがない。で、これがもう一個が、これはデザート用か、まあ、ちょっと、体は、あ、どうしようかな。やばい、この子をどういう風に扱っているのかわかんない。うん。だまあ、これは、まあ、行ってらっしゃいにしようか。仕事頑張ってね、みたいな。仕事、頑張ってね、みたいなね。うん。これちょっと優しい女の子をね、ちょっと演じていきたい。あ、待って。なんで、全然わかんない。今、言葉が通じたのか、果たして。仕事、頑張ってね。仕事頑張ってねっていう意味で、あ、でも、この子が喋ってんだよね、今ね。この子が喋ってんだよね。で、仕事頑張ってねって言って、待って、これまた、新しい言葉言ってきた。俺が今仕事頑張るって意味だから、ちょっと待ってね。ここからデザートよ。あ、仕事が今2つの文章があるわけか。これが多分最初の文章だね。ああ、じゃあ間違えたな、俺。あ、ごめん。ごめん、ごめん。俺、てっきり勘違いしてた。三択じゃねえわ、これ。ただ、これから一つの文章になってんだ。なるほどね。で、あ、これさ、この子の名前じゃん。同じじゃん、ここ。この四角の部分と。だから、こっちの方は、こっちだね。ここは、で、ここはね、だから私の女の子。名前なんかね、赤髪だから、赤みんでいこうか。ここは赤みんであってると思う。で、赤だから赤色にしとこう。オッケー。で、赤みん、お赤みん仕事頑張ってね。あ、赤みんが仕事行くの？なるほど。俺はニートだったのか。俺はニートで、赤みん仕事頑張ってね。自分の子、仕事頑張ってね。赤みん、一人称赤みんなのかな？自分のこと。赤みん仕事頑張っちゃうみたいな。これ違うな。これを解釈する。仕事頑張っちゃおうかなみたいな感じじゃない？これだね。仕事頑張っちゃうわみたいな。待って、待って、仕事、頑張っちゃう。仕事頑張っちゃう、私。あなたのために仕事。あれ？違う。仕事頑張っちゃう。違うの？あれ？仕事頑張ってね。ここからデザートよ。めちゃくちゃだな、もう。赤みん、仕事頑張ってね。待って、俺はこれはね、ちょっと違う。仕事頑張っちゃう。これでちょっとセーブしたい。あれ？まあいいや。ここは、ちょっとこれを何とかしようか。このロケットみたいなやつ。そう、これ。これをね、何とかしたい。デザートよ。仕事頑張ってね。仕事頑張ってね。帰ってきたら続きをしましょう。大人のキスよ、これが。帰ったら、続きをしましょう。続きをしましょう。帰ったら、続きをしましょう。あ、待って、あ、なんか出てこなくなっちゃった。さすがにちょっと変な言
帰ったら続きをしましょう。んーで、ちょっとお熱い展開ね。続きしようみたいな。帰ったらね、みたいな。帰ったら、ちょっとミサトさんみたいなね。あれね、みたいな。帰ったらね。あ、帰ったら続きをしましょうだからね。いや、これはちょっとドキドキやな。頑張って、早く帰ってきてね。早く帰ってきてね。待ってるからね、いつでもね。続きをしましょう。おはよう。それにしてもおはよう。おはよう。待ってるわ。おはよう。海藻ってやつは何なんだろうね。ちょ、ちょくちょく出てくる。おはよう。で、おはようで帰ってくる。あれ？じゃあ、これ違うか。おはよう。おはようじゃないのか、これ。行ってらっしゃいなのかも。これもしかして行ってらっしゃいなのかもしれない。おはい。行っちゃあね。頑張ってきてねって。あ、いっぱい稼ぐんだよって。いっぱい稼ぐんだよ。稼げよ。稼げよの方がなんか文字数少なくていいね。いっぱい稼ぐよ。おはよう。おはよう。まあ、おはようは分かった。挨拶は分かったわ。で、ここで、いっぱい稼ぐよ。ちょっと待ってね。言葉が合ってるのか分かんねえな。これなんか、これで、おはよう。おはよう。ちょっと頑張ってほしいよね、この子にはね。これは、ちょっと待って。言葉が通じてない。うまくちょっと通じてない。どうしようかな。あ、赤面仕事頑張っちゃう。赤面仕事頑張っちゃう。うん。あ、仕事頑張っちゃうみたいな。自分が仕事頑張れるかにちょっと不安があるみたいだな。帰ったらね。帰ったらね。デザートよ。仕事頑張っちゃう。帰ったらね。おぉ。じゃあ楽しみだね。ここからデザート。帰ったらデザートの続きをしてくるわけだ。ヒュッヒュッヒュッ。美味しかった。もう食べ、もうした、まあ、食べてない。まだ食べてないから。まだ美味しくないから。いっぱい稼ぐよって。で、まあ、いっぱい稼ぐっていうのも良くないからな。俺も今日、自宅警備員頑張るよ。自宅警備員で頑張るよ。ちなみにこの子は何の仕事してんだろうな。楽しみだな。俺、仕事頑張るよ。おはよう。お、またか。君に挨拶来たな。じゃあ、おはようにはおはようって返しとくか。自宅警備員頑張るよで。うん。おはよう。大丈夫、任せてくれよ。どうしようかな。で、これをちょっと言葉を変えるか。で、行ってらっしゃい。うん。俺はちょっとこの子をちょっと、家の外に見守っていかないといけないかな。俺は待ってるよ、いつでも。うん。遅くなるときはまた LINE してね、ちゃんと。おー、お前またご飯用意してくれんの？じゃあパンにしようかな。あ、で、選択できねえわ。ご飯？パン？おい、仕事頑張るよ。おはよう。まあ、それはもちろん。おはようがない。赤み。赤み、仕事頑張っちゃえ。仕事頑張っちゃえ、赤み。俺はいつも応援してるよ。美味しかった。もう食べられないよ。でも同じ言葉ループしてない？大丈夫？やり方合ってるかな？今んとこね、なんか、こう、こっちの方が合ってるのかな？こっちにしてなんか、皮とかあるかな？ではないか。なんか、お酢で読むものではないのか？美味しかったよ。ご飯、パン、ご飯派、パン派。美味しかった。あれ？おい、おい、おい、どうした？どうしたんだ？どうしたんだ？赤みん、赤みん大丈夫か？でも赤みんが、赤みん。